動物たちもちゃんと家族がいます。お父さんとお母さんとふかふかの毛に覆われた子供たちのレッサーパンダの家族、パパとママでやんちゃな赤ちゃん猿を育てている猿の家族、他にもまだまだいます。ガマガエル一家に大足の一家、綿帽よしダリン一家、綿帽子ダリンか、そしてペンギンの家族たち、毎年決まった季節になると女の子ペンギンは男の子ペンギンを、男の子ペンギンも女の子ペンギンを意識し始めます。そしてお互いの気持ちがぴったり合うとカップルの誕生です。お辞儀するのも仲良く一緒。歩くのも仲良く一緒。歌うのも仲良く一緒。泳ぐのも仲良く一緒。ロイとシロはどこへ行くのも仲良く一緒。
恋と素人は付き合いません。そんな時間があったらロイとシリを、シロは大釣りをし合っています。こんなロイとシロを見て飼育員のクラムじいさんは、クラムじいさんは気づきました。この子たちはきっと愛し合ってるんだ。 They must beIn love. はい、ロイとシロは仲間のペンギンたちが我が家を作るのをじっくり観察しました。それから自分たちもそれを真似て意地で巣を作ってあげました。そして夜からは他のペンギンカップと同じように素で仲良く一緒に寝るようになりました。朝もいつも一緒に起きるロイとシロ。でもある日気づいたのです。おや、僕たちにできないことがあるぞ。おや、僕たち。ママペンギンとが卵を産んでいます。ママペンギンとパパペンギンがガールガール卵を温め赤ちゃんペンギンが誕生しているようです。それなのにロイとシロは、見えない、抱えて温める卵がありません。ご飯をあげたり抱きしめたり可愛がりたくても赤ちゃんペンギンがいません。巣はとても居心地がいいのに何かが足りないものがあるのです。とある日ロイはみんなが温めているのと似たものを見つけ巣に持ち帰りました。それはただの石でした。シロはそっと石の上に乗って抱きかかえました。次の日も石の上に乗り続けました。
そして次の日もシロはだんだん眠くなってごっくりごっくりと居眠り。目を覚ましたシロが、
待ちに待ったロイとシロの赤ちゃんの誕生です。ふわふわした柔らかい白い羽と可愛らしい黒いくちばしを持った女の子ペンギン。とうとうロイとシロはお父さんになったのです。そうだ、この子の名前を団子にしようとグラムじいさんは心に決めました。団子を踊るようにロイとシロが息を合わせて、この子は生まれたのだから、団子始まりました。お腹が空いたらどうなけばいいかを教え、くちばしからご飯をあげ、夜になったら巣で団子と添い寝をします。団子はこの動物園でパパが庭いる初めてのペンギンになりました。
頑張りたいと思います。 Speaking English、Fighting。 はい、そんな感じでこの動画を気に入った方はチャンネル登録、高評価ボタンポチッとしてください。はい、さらへよ、お会いに。やってみちゃうレベルボムラックサイメンチタンウェブケ愛してます。ディアモチュッテムデアモ。じゃあ最後にちょっと待って、最後に、サンキューパトレオンサポートと、最後に名前を呼んで。